お、これで大陸間移動が。体育館って。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、まあこのアロイパークに帰ってきたんやけど、とりあえず話聞いていこっか。監獄島の移動装置を探しているのか。監視たちから聞いたことがあるぜ。監獄島の最上階には隠し扉があってな、移動装置はその先にあるらしい。あんたのそのリアクターなら怪しい場所を見つけられるかもな。お、リアクターで隠し扉が見つかるんか。監獄島の最上階？また戻るんか。あのブレイクモンスターってやつは改造されたアロイパークの仲間の慣れの果てなのか。クソ、イッタベルのやつめ、ひでえことしやがるぜ。よねー、もうなんか一緒の牢屋に入っとったあの人も大変なことに。監獄島の最上階には移動装置で続く鍵のかかった部屋がある。そしてそこから灼熱の火山を目指せ。ルキアはそう言ってたね、お兄さん。お兄さん、ルキアの期待に応えてあげてよ。きっとルキアはそれを望んでいるよ。頑張ろう。ルキアさんの意志を継いで。ルキアさんは本当にあなたを心配し、そして期待をしていたんですね。あの方から託された思いを大事に守ってくださいね。頑張るよ。頑張らなければ報われない。結局移動装置は使えないものなのか？イッタベルメ、最後まで余計なことを。え、使えんの？まだ行ってないよ、私移動装置んとこ。まだ監獄島の中にはイッタベルの手下がいるみたいで安心はできない。だけどとりあえず、あの箱がパークに置かれる日はもう来ないみたいだ。おお、それはよかった。もうこれ以上犠牲は出ないんだね。今まで犠牲になった人たちにはちょっと申し訳ないけれど。無事でよかった。あなたのおかげで息子と会える。あ、この人？この人か、逃げてきたの。あなたは言葉に尽くせないほどの恩人だ。おお、よかったよかった。え、どれ？これ息子？かな？ちょっとわからんけど、同じ種族やし。聞いたぜ、イタブルが死んだらしいな。俺たちは救われたみたいだ。手下たちが来るということはないのかな。まあ大丈夫ということか。じゃあとりあえず、こんだけかな、この場所は。あ、こっちにもいるじゃねえか。あ、これかな、息子。そうか、ルキアのおかげでイッタブルは倒されたのじゃな。いや、おじいちゃんっぽいね。わしはルキアのことを忘れん。アロイパークの恩人として語り継ごうぞ。本当だよね。あの男の子の代わりに行ったんやもんね。ってことでちょっと、ルーラ。ルーラで、とりあえずどこだ？あ、これか。黒金の監獄島屋上。屋上へ向かいます。おい、来たけど、これで、リアクターで、探せば、ドラゴメタルじゃなくて、リアクターで探せば、隠し扉。このさらに上かな。おお、ぶつかった。この上におるかな。いきなりバイキルト。いきなりバイキルトとかよくないよ。さあ、この上に、次の場所は火山って言いよったね。張り切っていこう。またそういう場所からして恐ろしげなところに。いい感じ、いい感じ。スライムマデュラでかいよね。おし、余裕だ。精霊石を手に入れた。なんかいかにもなんかありそうじゃない？この、何あれ、宝箱か。え、全然ないっすけど。いかにも何もないっすけど。なんか上の方、めっちゃ、え、なにこれ。めっちゃ大陸浮きまくっとるけど。え、とりあえずさ、なんか目の前にいるけど、え、ここでしょ、屋上って。え、なくない？なくないっすか？どうよ。どこへのリアクター反応よ。とりあえず下降りよっか。あ、そっか。ちょ、待って。モンスターから降りないと。この辺かな？よいしょ。じゃあちょっともう一回リアクターを。ん？これは？これはまたステルスボックスか？あのやつ。え？ないんですけど。どこでしょうか？これ。違うよね。ここ怪しい。え？さらに下？
ここは屋上とみなされるの。どんどん降りてってんだけど、私。どうよ。あ、これ。光学的な歪みに隠された対象物を確認。対象の位置を波マップに記録します。ステルスボックスじゃねえか。え、なに？中からモンスターの気配？モンスターの生体反応がある。え、あのステルスボックスでかくね？え、でかくね？なになになに？え、なにこれ？なんと、ステルスボックスの中にはカラーフォンデュが閉じ込められていた。あなたがこのカラーフォンデュ6兄弟のイエローちゃんを助けてくれたみたいね。なにそれなにそれ、カラーフォンデュ6兄弟ってなに？ありがとねん。おかげで待ち合わせに遅れなくて済みそうだわん。ごめんなさいね。ゆっくりお礼もできなくて。よかったらウッドパークまで来てくれる？ウッドパーク。そこでならあなたとゆっくりお話できると思うから。それじゃあ、バイバーイ。カラーフォンデュを忙しそうに立ち去った。え、敵じゃないのか。敵ではないのか。忙しそうに立ち去った。あ、あれ？さっきのあれのことかな？リアクター反応というのは。え？ということはだよ。ということは、戻れませんけども。うん、ということはやっぱり隠し扉はなかったんだが。やっぱりあれだよね。屋上とみなされないよね、あれは。とりあえずこん中入って。え？5階ってなったな。屋上ではないのかな。とりあえず、もう思いっきり階段降りたもんな、今。絶対違う気がする。これ？これは何？監視用エレベーター。1階の収容所と繋がっているエレベーター。全く違うな。ここは？これ？通気口。違うわ。監獄塔内部に張り巡らされた通気口。蓋を外せば人間が通れるくらいの広さ。うん、通ったよ、そこ。通ったよ。関係ないな。肉。燻製肉を手に入れたことであいつに追いかけられる。え、なになになに？リアクターが反応している。近くに何かあるようだ。お、ってことはやっぱり合ってんのか。あ、これ。これだ。おー、すごい。マスターキーを確認しました。ドアロックを解除します。扉の鍵が開いた。おー、やったね。見つけた。これ？ここを探し当てるのにめちゃくちゃさまよってしまった。リアクターへのアクセスを確認。記録された会話ログを自動再生します。お、また現れた。黒金の監獄塔は、マザーの下僕であるブレイクモンスターを生み出す工場。確かに放置できる場所ではない。でも一人で乗り込むのは無謀よ。考え直して。アイナと合流してからならきっと。ん？誰？あ、なるほどね、こことの。あんたは本当に心配性だね。大丈夫だって、心配はいらないよ。あなたの能力を信頼はしている。だけど悪いことが起きるかもしれない。絶対にアイナは助けられる。見つけて、必ず助け出す。だから、焦らないでエルキア。もう彼を失った時みたいなことは。誰、彼って。でも最終的にルキアさんも失ってしまったよ、ごめん。ごめん、謎の少女。なになに？あ、また過去の映像ですか。てか、これは映像なんかな？記憶ではないんかな？砂嵐みたいなん出るもんね。くそ、しつこい奴らだ。このままだといずれ追いつかれる。どうするの？てか、毎回さ、モンスターがさ、私に対して違う名前を言ってくるやん。俺が踊りになる。その間にお前たちは逃げるんだ。それはダメ。あなたがいないと。大丈夫だ。問題ない。俺は不死身のアンセスだぞ。お、これこれこれ、このアンセスってやつ。これが名前ってこと？アユナは？ねえ、謎なんだけど何？瓜二つなの？
停止した移動装置の存在を確認しました。利用可能な状態へスイッチを切り替えます。おうおう、お、これで大陸間移動が、体育館って。次は火山。よし、これで迎えるのか。ここ？おお、入った。あ、肉肉。最後の最後に燻製肉を手に入れた。イエーイ。なんかこういうのさ、大陸移動していくときにね、その大陸その大陸でちょっとゆかりのあった人にさ、お見送りに来てほしいよね。ビルダーズじゃないけど。なんかちょっと寂しくない？知らん間にこう大陸間を移動しよるっていうのは。お、なんかもう見るからに、焼け死にそう。え、大丈夫これ。息したら肺が焼けるとかそういうことはないっすか？なんか爆弾岩たちが、井戸端会議みたいなのしよったけど。おー、すげえ、かっこいいね。溶岩の滝。お、監獄島の解放者、黒金の監獄島を旅した者に贈られる称号。銀河の人気者、シルバー称号10個以上手に入れた者に贈られる称号。星のスーパースター、ブロンズ称号40個以上手に入れた者に贈られる称号。すげえ。私、スーパースターだ。人気者のスーパースター。じゃ、とりあえず、ネクストに行こうかね。この辺の魔物は、うお、びっくりした。私に見向きもしないと思ったら、飛んでるやつが。低い鳥、スカウトできるかな。スカウトアタック。あ、でも、まあって感じやね。今までに比べればってことやけど。そこでミスします？失敗したよ。ちょっと、それダメだよ、伐採マシーン。ちゃんとそこを気合い入れてくれなきゃ。集中力が足りない、集中力が。あ、やっぱりドラクエの世界でも、鳥系のモンスターに電気というのは効くものなんだね。頑張れー。ライディン。お、いい感じだよ。あと一匹。やっぱりこの辺はみんな、この系ということだよね。ってことは水が有効なのかな。水系がちょっとどの辺かがよくわからんけど。あ、すごい、何？紅葉？あ、間違えた。そっかそっか、見上げれないわ。ねえ、もみじ咲いとる、もみじ。すごいね、いいね。めっちゃ観光気分。あー、でもそのすぐ横にさ、溶岩の滝があるというのはいかがかと思うけど。お、あ、なんかおる、なんかおる。今日もふてぶてしく飛んでやがる、デスバーンのやつ。何が目的なんだ、デスバーン。うお、誰だ、お前が誰だよ。あれ、あんたまさか。何何、私のことを知ってるのか。戻ってきたのか、アンセス。遅かったじゃないか。待ってたんだぞ。こうしていられないな。戻ってきたことみんなに教えないと。アンセス、何ぼーっとしてんだ。あんたが来なきゃ始まらないだろ。やっぱり私はアンセスなのか。おーい、みんな、アンセスが帰ってきたぞ。帰ってきたってどういうこと？おーおー、すげえ、みんな真っ赤だ。かわいい。不死身のアンセス。まったく今回は遅かったじゃないか。お帰りなさい、アンセス。やっと戻ってきたのね。アンセス、まずは長老に会って元気な姿を見せてやってくれ。場所は昔と変わっていない。このマグマパークの一番奥にいるぜ。昔と変わってないと言われても知らないよ。てかそんな昔から帰ってきてなかったのか、私。まあ、はい。ということで、今回は一旦この辺で終わっておきたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
こんだけ全員が全員赤いっていうのもなんかすごいね。